さあ、やっぱあとあれだったね。アオリブひどかったね、あれ。マジでなんだろう、あれ。ずっと笑ってたっす、あれ。やばいよね。犯罪者扱いじゃん、俺。あの、画質悪いさ、あの、ママカツのやつ。そう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 。うん、疲れてるの。一例じゃねえよ、俺。俺、あれ見たとき、これは多分さ、会長に話したんだけど、うん、あのアリ V って8-3ぐらいじゃん、比率。そうだね、はい、そうです。俺がほんと3割しか出てなかったじゃん。間違いない。で、あの時に俺感じてて、なんで俺こんな扱いされなきゃいけないんだろう、やってもないことをさ、うん、で、あたかもで、多分第三者が知らない人が見たらさ、やってる人にしか見えないじゃん。あんな白黒画像でさ、で、頭一礼してさ、知らない人を見たら絶対そう思うじゃん、ふざけんなと思って。でもでここで格闘技の真髄、ここで勝って、うん、絶対黙らせられんじゃん、うん、だからここでちゃんと勝って立場逆転させてやると思って、俺が今度は煽り8で相手が3の状況に勝って変えてやるって、うんうん、萩原選手も勝って自分の立ち位置変えたからさ。そうだね、うん、だから前日の計量の時もそうだったけど、写真撮影の時で俺角にいたじゃん、角にいて、でももっと俺が知名度あったら千代選手前に来てくださいって言われてるじゃん、うん、って言われないじゃん、うん、だから俺その時にも思ってたの、絶対勝って千代選手真ん中に来てくださいって言われるように、うん、全てここで勝って変えてやると思って、でその瞬間にエンジンかかったから入場前、ね、うん、全員覚えてろよって、ここにいる俺らにバカにしてきた人たち、うん、全員見返してやると思って、で入場して鈴木千尋イエーイ、うん、萩原恭平うわーみたいな、はい、ありにきえと思って、はいはい、はい、で観客席からもさ、チルグンゲンベティニーとかさ、なんかヤジとかされてさ、でも逆に俺は燃えた、うん、あ、オッケーオッケーオッケー、見てろよって、全員黙らせてやるって言って、で1本取って爆勝負で勝って、で心の中で俺は言ってなかったけど、 DM がすごいひどくて、やっぱり肌がないとか、萩原選手本当に勝てると思ってんのとか、間違いでしょとか、うざい、死ね、ゴミとか、うん、夜道気をつけろよとかさ、そういう暴言ばっか送られてさ、でなんでこんなこと言わなきゃいけないんだろうと思って、で勝ったじゃん。でそういうメッセージ送ってきたやつらが今悔しい顔してるでしょ、うん、うん、気持ちいいねそうだな、そういや散々言われたのね、ざまみろって感じだよね、うん、でも、うん、この多分これだけ見たらさ、見てる人はさ、えちぎる性格悪って絶対思うじゃん、うん、勘違いするんだって。俺は俺のことを信じて応援してくれてる人、俺を純粋に応援してくれてる人、うん、信じてくれてる人のために俺は戦ってるわけだから、うんうん、だからわざわざ俺はバカにする人たち優しくしないし、うん、俺は天使じゃないんだから、うん、間違いないです、ね、俺を信じてくれる人のために戦ってるのにさ、なんで俺のことを信じてくれない人たちにもさ優しくしなきゃいけないのって、うん、おかしくない？逆に自分でいられたらどうって、うん、自分の悪口ばっか言う人に優しくする？しないでしょ、俺人間だぜ、うん、そうおかしな話だろって。だから格闘技は最近 SNS がさ目立っちゃうからさ、うんうん、SNS できる人が強い幻想を抱かれて、うん、本当に強い人が SNS 下手で弱い幻想を抱かれる、それはちょっとおかしいと思うから、うん、でも証明できたじゃん。そうだね、そう、うん、ライジン2連戦で証明できたと思うし、本当そうよ、もうマジ嬉しいもん今マジで嬉しい、マジ嬉しい、冗談じゃない、めちゃくちゃ言われたもんね、うん、ひどかったもんね、ふと見てたじゃん、見てたよ。だってこの1、2ヶ月ぐらい、1、2ヶ月ずっとさ、もうすごかったやん、あってもないことを言われてさ、暴言騒動、暴言騒動叩かれて、すごい、まあ、全部アカウントは覚えてるから、ね、俺らは本当に全部覚えてるよ、うん、でもまあそういう話はもうなしにして、うん、とりあえず本当に勝ってよかったし、そう、ありがとう、次のステージに進めたんじゃない、あ、うん、このステージ上がったね、だからもう、だからあれダメだよ、本当にありがとう2人ありがとうこちらこそだよ、本当に YouTube とかもそうだけどさ、うん、9000人の人たちは 俺らをフォローしてさ見てくれてるじゃん、うん、本当に感謝してるよね、うん、皆さん見て信じてくれてるわけだから、うん、本当にありがとうございますな、うん、Twitter もそうだけど、あとは本当スポンサーさんもそうだし、うん、あと周りの、ね、人たちもそうだけど、マジで感謝だね、マジでそうだね、言われるんだよ、その俺を悪く言う人たちが、ちぎる性格悪とか偽善者ぶんだとか言うかもしれないけど、それは好きにしてくれ、俺はその人たちのために戦ってるから、うん、俺はそれでいい、俺は間違ってると思ってない、うん、俺がやってることは何一つ間違ってないと思って胸張って生きてるから、だから大丈夫、誰が何て言おうと俺の生き方は間違ってない、そう信じて俺やってるからさ、素敵ああ間違ってたらついていかないですよ俺らも間違ってねえんだ、誰が間違ったって言っても俺は間違ってないって信じてるから、いやもうマジ嬉しいわ、マジで嬉しい本当にいやしかも